はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきやみです。さあ今日はね、ガンタンクでお祭りみたいなことをしております。まあ実様の企画で、実様はちょっと人数がね、1人足りなかったので、1人だけ実況者ということで、ね、あそこでライトアーマーを使っております。ルールとしてはね、これジャンプ禁止、中継エリア取るのも禁止、機体は全部無強化で、ロックオンも禁止。なかなかね、大変なんですよね。ジャンプもできない、ロックもできない。マニュアル射撃もダメ。なかなかね、大変なんですよ、これ。ここだけでなんとかしなきゃいけないみたいな。これ大変ですよ、結構。素早く狙おうにもね、狙えないですからね。これは難しい。これは当てるの、まず大変。ここ。当たった。さあ、どうだろうか。これはでも大変だね、当てるの。当たんないし。ここ違う、実際に当たった、間違えた。ここ当たってる、当たってるけど、そっからが続かない、やばい。うわお、当たってない、この距離で当たらない、お互い当たらない。これ読み合いですよ、本当に。当たらない、わお。さあどうしたもんか。ここ当たってね、なんであんな遠く飛んでった。おお、ナイス。うわ、やばい、これ当てんの難しい。どういう風に当てればいいんだこれ。よし、今です。あー、弾がない。あー、もし惜しい、そう、当たんねえぞ。実様が実様、実様が飛んでった。あー、ちょっと大三はまずいでしょ。うわー、みんな大三に消されていく。これ大変なことになりました。乱入です、乱入が起こりました。ガンタンク祭みたいなことしてるときに、なんて恐ろしいことに。これはまずいですね、これはまずい。さあ普通に降りて、よし、オッケー。うわーお、なんだなんだ。さあ行くぞ、今度はこっちから。よし、オッケー、うえい。えらいことになってるな。さあ大変だ。よし、当たってる、よし、オッケー。ほら、当たってない、えい、やばい。うわーお、えらい遠くから狙ってるな。染め木だね、完全に。さあ今度はこっちから行かないとね。遠いな、もうちょっとなんか近くでやる方がいいね、これ。当たるか、当たるかな。ここよし、いいね、いって、うわお、これは大変、当てるの難しいな。え、タックルありなの。あれ、タックルあり、タックルはありなのか。これは困ったね、当てんのむずい。当たんね。難しい。いや、これは大変だわ、当てるの。当たるかな、当たらないよね、さすがに。さあどうしたものか。よし、倒せた、当たれ。さあ狙えるかな。
けるか。足らないよね、さすがに。よし、当たった。危ねえ、当たらない。さあこれは大変。これ当たるか。当たらねえな、ちょっと難しい。ここ当たったよし、当たったぞ。やられた。あー怖い。よし、なに、しかしガンタンクがガンタンクで倒したというのか。あー怖い。あー飛んだやっぱ威力高いな。やられたぜ。お祭りだねこれ完全に。さあこれ遠いなあ本当に。はい、それでは多分移動して終わりになりそうだね。さあ実様は果たしてうまく実況できてるんだろうか。前代未聞というかね、今までやったことないような試みですね。まさに実況者が実況 しかしてないっていうね。おそらく見ながらね、観戦しながら、ライトアーマーで観戦しながら実況だけをしているっていう話なんで、相当難しいですよ。自分がプレイしないんですからね。ある意味本当に実況者。はい、それではお疲れ様でした。こんな感じでございます。やっぱ難しいね、ロックオンなしってのはどうプレイしていいのか分かんなかったね。車線に入ったら撃つけど、なか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 当たんない、あれ難しい。はい、それではね、こんなとこでございます、特にね、成績表とかどうこうっていうのは特に気にしてないので、今回はねここで終わりたいと思います。いや、カスタムマッチね、初めて、これが初めてだったんですけど、まあなかなかいいシステムだと思います。人数が違っても遊べる点も含めてね、いいと思いますんでね、ぜひ皆さんもやってみてはいかがでしょうか。はい、それでは今日はこのぐらいにしたいと思います。皆さんおやすみなさい。